が郷土睦南かるたで愛深め。これは睦南かるたです。睦南かるたは平成22年睦南部小学校の6年生が総合的な学習の時間に教諭や地域の人々と制作したものです。今回はこのかるたをもとに睦南部学校をご紹介します。岡崎市の南西部にある睦南部学区、隣接する西尾市や幸田町とのつながりが深い地域です。睦南部小学校で待ち合わせていただいたのは、今回ご一緒していただく総代会長の小谷俊夫さんです。では早速かるたの無です。睦合う心で誕生睦村。小谷さん、はい、睦という名前はどこから来たんですか？はい、これはですね、明治39年に睦の村が合併したことによって、うん、その睦の村が睦合うということでできたんですよね。そんな素敵な名前の由来があったんですね。そうですね。続いてかるたの木です。汽車走る西尾岡崎軽便の道。この辺りに汽車が走ってたんですか？そうなんですよ。ここ小学校の前の方ですね、ずっと西尾から岡崎の区間までですね、走ってたんですよね。西尾軽便鉄道の岡崎新駅から西尾駅間が開通したのは明治44年です。駅は8つあり、睦南部学区には中島駅がありました。この辺りが中島駅なんですね。ここは、はい、すごいですね。でちょっと高台になってますよね。そうですね。そこに鉄道が走ってたと、うん、で明治40年の当初初めぐらいはですね、112往復ということで小さかったんですけど、うん、大正4年頃にですね、12往復お客さんだけじゃなくて、うん、薪とか石炭とかいうのを運んでったみたいですね、うん、すごい便利になりましたね。続いてかるたの2です。にぎわった昭和初期の中島の町。鉄道ができて発展したのが学区の中心である中島の町です。中島にあった杉浦製糸所では昭和初期500人もの女子工員が働いていました。当時中島では商店街も発達しました。この辺りですね、はい、ちょうど中島町の、うん、昭和の初めぐらいの中心の商店街だったんですね。あ、まあ、全体で140軒ぐらいあったかなというふうに聞いております。140軒、はい、当時から現在まで家業を守り続けているお店もあります。そんなお店の一つが大宮酒店です。ここは岡崎から西尾まで鉄道が通ってまして、その中継地点っていう中島っていうのはちょっと真ん中でして、うちもその頃からお酒の販売をしておりましたので、今日本酒とワインを中心にして趣味のある方とか、ちょっとレアなものを買いにいらっしゃる方とか、そういう人に対して1本ずつ丁寧に販売をしています。明治から昭和初期まで地域の発展に寄与した西尾軽便鉄道ですが、昭和18年戦争のための休止を経て廃線となりました。続いてかるたの手です。伝送ができて学区の力増す。伝送ができたんですね。そうですね、昭和45年の時にですね、西尾製作所がこの隣の西尾市にできたんですね。そこの方のベッドタウンということで土地区画整理組合ができまして、昭和52、3年の時にですね、一気に1500軒近くが増えたんですね。現在も住宅街として発展を続けている睦南部学区。平成26年には衣浦岡崎線が
全線開通し、さらなる地域の飛躍が期待されています。小谷さん、明治時代からの歴史を振り返ってきましたが、ここらでまとめを。ちょっと待ってください。物美談部というのは忘れてはならない文化があるんですよ。カルタ貸してください。はい。続いてはカルタの田、大正の天皇即位お田植え祭り。加藤さん。はい。お田植え祭りについては私加藤裕子がご説明いたします。お祭りは正確には睦弥行祭殿お田植え祭りと言います。毎年6月の第1日曜日に行ってます。このお祭りは大正天皇大嘗祭の際に大正4年6月に行われた行祭殿でのお田植え式を起源としています。大嘗祭とは天皇が即位した年に行うお祭りのことで、その年の収穫した米などを神々に備えます。天皇陛下もお召し上がりになったと聞いております。この儀式のための献上米を作る水田を祭田と言いますが、数多くの候補地からこの睦弥の地が選ばれました。その時に行われたお田植え踊りや歌が受け継がれて、市の無形民族文化財に指定されており、現在のお祭りとなっております。睦弥の水田が祭田地として選ばれた背景には、この地の農業の歴史があります。不毛だった土地を農業用地にするため、明治16年から衆議院議員の早川隆介、睦弥村初代村長の鍋田恒雄の尽力により高橋用水の建設が始まりました。そして中島に住む鶴田活動を中心に全国に先駆けて耕地整理が始まり、明治37年に竣工しました。睦弥の水田が祭田として選ばれた理由には、用水路が整備されていたこと、耕地整理が完了していたこと、そして鉄道があり交通の便が良かったことがあると伝えられています。先人たちの苦労が行祭殿に結びついたというわけなんですね。そうなんです。行祭殿は地域の誇りで、平成27年には100周年記念のお田植え祭りを開催しました。皇室からは秋篠宮様と紀子様がご出席なられました。お田植え祭りは由緒あるお祭りとして受け継がれているんですね。行祭殿がある地には平成27年雪の里がオープンしました。ここには睦弥の歴史や文化財を紹介する資料室があり、行祭殿で使われた農機具などが展示されています。睦弥かるたとともに歩いてきましたが、最後に学園の思いを一言お願いします。はい、この歴史と文化の継承を私たちの役目と思っております。行祭殿を中心にですね、みんなに知っていただいて、学区の皆さんがつながりを持っていい学区にしていただければいいかなと思ってます。そうですね、カルタとともにこれからも大切に受け継いでいきたいですね。